こんにちは。ロハス TV の時間がやってまいりました。えー、ロハス村はですね、えー、なんかこう新しい商品はないかということで、えー、常にですね、えー、お客様に対して新しい価値観であったり、えー、新しい製品であったりっていうことをご提供してまいりました。それでね、えー、今度はですね、えー、どんなものをちょっと試そうかなというふうに思ってるんですけれども、これが実は剥がせる炭酸ジェルパックっていうのを こういうのを商品がございますので、えー、これを取り寄せまして、えー、ラインナップに上げるかどうかっていうことを試していきます。まだ商品として売るかどうかっていうのは分かってないんですけれども、必ずですね、えー、このような形で自分自身が、あのー、大丈夫かな、どうなのかなっていうことを試していくわけですね。えー、それで、あのー、この特徴はですね、えー、あの、 炭酸パックっていうのはだいたい15分程度がもうあのマックスなんですけれどもこちらの方は、えー、60分間その4倍ですよね4倍ずっとね、えー、炭酸パックができるというそしてまた剥がせるというような、えー、状態になるわけなんですねそしてやっぱりねあの女性も男性もなんですけれども,もうの、まあ、女性だけではなくて男性もなんですけれどもやっぱりお肌の,あのね、えーま、たるみ具合とか えまた、シミとか、えー、シワとかですね、そういうのが気になるっていうようなご時世になってきたんですね。ですから、男性でもあの脱毛、非常に今流行ってますし、えー、やっぱり見,見,見栄えっていうのをすごく営業マンであってもですね、気にするような時代になってました。まあ、そういうことであの、女性はもちろんのこと、男性にもですね、これ、えー、若干ね、あのまあ、ブームというか、売れてきてるようなんですね、えー、メーカーの人に聞きますと。 で、ね、例えばこういうことです、えー。女性の場合でしたら、もう、あのー、これ10日間ずっとね、えー、連続でつあのー、使っていただいたら、このフェイスラインというかね、えー、顔が引き締まってるでしょすごく。はい。ね、えー、男性の場合も、あのー、本当に、えー、引き締まってますよね。こちらからこちら。これは7日間なんですけれども。まあ、そんな形で、えー、まあパックするだけでですね、えー、あの、 お顔が引き締まってくるという、えー、非常にですね、えー、魅力的な商品ではあると思うんですね私もやっぱりもうここがたるんでくるんですよこのブルドッグ顔っていうんですけれどもこれをですねですからそれをいかにあの直していくかっていう張りを持たせるかっていうこれあの大事なあのポイントなんですで今回、えー、これをね早速ちょっと使ってみようと思ってますはい えー、一応ね1液2液っていうのがあるんですけどもそれを混ぜるということなんですね、えー、私も初めてなんで、えー、どのようにうまくいくかで化粧っていうのは私もあんまりというかほとんどや,やらないですでもまあこういうふうな形で試してみようと思っておりますはい、えー、じゃじゃん開けますねはい開きました ちょっとこういうような形で、えー、はい、えー。1液と2液ですね。えー、これが、あのー、入っております。はい。えー、それをですね、えー、じゃあ、あの、早速なんですが、やっていきたいと思います。まずはですね、えー、2剤を手でよく揉みほぐしから使用してくださいということなんですね、えー。それでは2液、この2剤ですかね。 これ2って書いて、2材、あ、ここに2って書いてますよね。これを揉みほぐす。あ、確かに硬いです。ちょっと硬くなってるのを。揉みほぐしますね。えー、これ内容物が偏って出にくい場合がございますということで書いてます。はい。で、えー、こういうふうに揉みほぐしてやります。あ、だいぶ柔らかくなってきましたちょっと硬かったですね。はい。はい。えー、これをですね。 はいこれで、えー、実際にちょっと代用品のコップですね、えー、これを入れていきたいと思いますえっとあここかはいどんな色にするのあちょっと薄ピンクのようなあ白い乳液みたいな形ですね しっかりとですね、絞り出してますはい、はい、これ、ね、動画を撮ってるからちょっとでも早くと思ったりするんですけど動画がちょっと間延びするかもしれませんがしっかりとこのように、えー、絞り出しましたはい、はい、こちらの方ね、えー、絞り出しました はい。次ですね。二材。二材の方はこちら大きい方になります。えー、ここ、あ、ごめんなさい。一剤ですね。えー、一材って書いてますよね。一材。ここ、一材。はい。えー、一材と二材の各一方を容器に移してください。使い切ってくださいということで、途中では、あの、やめないでくださいねって、もう、もう一、 もったいない。私、小顔だから、あの、ちょっとしか使わないわ、というんじゃなくて、もう、これは全部使ってくださいよ、ということですね。はい。はい。あ、これ、うおね。こういう形でございます。はい。なんか、食べれそうですね。はい。はい。ちょっと食べれそうな感じがしますけども、食べないでくださいね。はい。あの、 私があけあの美容のプロでないのでその辺がちょっと表現が下手だかもしれないんですけれどもまあご了承くださいはいえー、それで、えー、こちらの方ですねはいえー、終わりましたさてこれをえー、1分間よく混ぜますということで1分間ぐるぐる混ぜます1分ですね えー、今30秒経ちましたからもうあと30秒ぐらいですね、えー、混ぜます手がだるいですね案外はいこんな形で見えますかね案外案外こうもうちょっと混ぜます うん、うまいこといくんかなちょっと初めてのパターンですから。はい。え1分か来ました。ちょっと、あの、このあたりのパッチテストというかね、えー、ここにちょ,ちょっとつけてですね、か、え、ゆ、ー、くならないかどうかっていうのは、ちょっとつけてみました。はい。えー、うん。まあ、今のところ何も赤くなってませんのでね、大丈夫かなと思います。 本来はもうちょっと置いてからですね、調べたいと思うんですけれども、えー、まあ、あの動画回ってますんで、えー、早速やっていきたいと思います。はい。これ目に入ったらダメですよね。えー、付属のこのースーパーチューラーで、えー、お顔全体に塗ってくださいということを書いています。えー、シみし、えー、シワとか気になる箇所は厚く塗ってください。お肌以外にも首筋とかたるみ、えー、体のくすみや 黒ずみのある場所にご使用いただけますということで、す早速、ちょっとやってみます。いけるんかなえなんかこれ、あなんかオレンジの香りがする。え んここ,これね鏡でしてるんだ今ねあのあれしてますけどもうちょっとですねこれめちゃくちゃ僕は下手だからうん。 何をしますよこれね、クマとか、こういう、こういうところにね、やっとった方がいいですよね、多分なんか、鼻が垂れたのたいな <laughs> こっちもですかね。これは難しいですね。よく女性の方、こういうのやってますね。ほんま僕、尊敬します。はい。なんか、めっちゃうまいこといかん。ここういうですかね。 ここうですか、ね、こうでですすかかねね目に入ったら嫌だなと思うんでちょっとこうだいぶだいぶうまく壁を塗るような感じですかね。 塗り壁ってよく言われますけどね。こ、ここ横に僕はあのやっぱり老人老人の何ですか。老人ならではのうん,んあなんかんこのこ何ですか。 眉毛もやるの眉毛が剥がれそう,これどうするんやころかうわっああつけ直った。 はいかこれ目に入ったい,いか <laughs> めちゃくちゃ大変やこれ。 これなんか眉毛がのきそうなんだな。バリバリって言った時にいかんのかな。どうですか、これ、ちょっとめっちゃ下手ですね、これ。もう、あとちょっとです。もったいないので、この顎、顎のね、この、この辺りも塗っておきます。 はいはいはいいかがでしょうかまあこんな形でですねなんかもうボロボロやなこれめっちゃうまいこと言ってないうまいこと言ってないかもしれんけどまあもうこれ以上なんか固まってきましたはい はいいありがとうございます、えー、こちらの方ですね、えー、これで、あのー、60分間パックしてください。パック後は固まったジェルを剥がして、一部残ったジェルはコットンやティッシュでふ拭き除いてください、えー。パック後は洗顔不要、お好みを化粧水、美容液などで整えてくださいということなんですね。ほんで、えー、基本ケアは1週間連続でこれ使ってくださいよと。 その後は2、3日に1遍ぐらいの使用でいいですよということです。果たしてこれがうまくいくかいかないか、えー、私ちょっと試してみて。あ、パッチテスト、これやりましたけど、全然何もなってませんよね。はい。はい、こんな形でございます。はい。えー、まあそんな形で、えー、炭酸の、こちらですね。えー、はい。あのー、剥がせる炭酸ジェルパック。 ということで60分間発生するということなんですでまああのこんな形で、えーまあ、体温も上がったりなんかするということですね、えー、はい、えー、小顔効果ですね効果はどんなものがあるかというと、えー、美白効果であったり、えー、肌がきめ細やかになるとかですねタンオーバーの改善したり,りに肌にハリとかツヤを与えたり、えー、膝肘の黒ずみの改善とかね えー、薬の改善とか、化粧リが改善したとか、日焼け後の、えー、鎮静作用とか、コラーゲン、ヒアルロン酸、エ、えー、ストランチ増加とか、肌の引き締めとか、デリケートゾーンの黒ずみ改善とか、まあ、こんなことに使えますよということなんですね。はい。えー、まあ、そんなことで、えー、やってみました。さて、うまくいくかいかないか、えー、お試しあれ。はい。それじゃあ、今日は終わります。さよなら。 なんか、生まれて初めてやりました。